19度の見込みです。札幌は20度で6月上旬並みでしょう。そして釧路は13度という予想になっております。全国の天気が今日伝えました。まもなく3時になります。コロナウイルスの感染拡大でアメリカやヨーロッパの航空機大手メーカーの業績も厳しさを増しています。このうち2度の墜落事故に加え、感染の拡大で航空需要の大幅な減少に見舞われているアメリカの航空機大手ボーイングの先月までの3ヶ月の決算が、売上が大幅に減り最終赤字に転落しました。ボーイングが29日に発表した今年1月から3月までの決算は、売上が169億ドル、日本円で1兆7900億円と、去年の同じ時期に比べて 26% の大幅な減少で、最終的な損益は6億ドル余りの赤字でした。決算資料の中で経営トップのカルフーン CEO は、新型コロナウイルスはサプライチェーンや顧客を含め、すべての面で甚大な影響を及ぼしているとしています。経営が急速に悪化する中、ボーイングは先月、アメリカ政府に対して600億ドル、6兆円を超える金融支援を要請しており、その行方が焦点となります。またヨーロッパの大手航空機メーカー、エアバスの感染拡大の影響で、航空会社への機体の納入が減ったことなどから、先月まで3ヶ月の決算が最終赤字となりました。エアバスは29日、今年1月から3月までの決算を発表し、売上は106億ユーロ、日本円でおよそ1兆2000億円と、去年の同じ時期を 15% 下回り、最終的な損益は4億8000万ユーロ、550億円余りの赤字となりました。こうした状況を受けて、エアバスは機体の生産を従来より3分の1程度減らす計画です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ごうと、仙台市の飲食店では、AI を搭載した配膳ロボットを導入し、店員と客の接触を減らしながら営業を続けています。仙台市若林区にある焼肉レストランでは、 AI を搭載した中国製の配膳ロボットを2台レンタルし営業を続けています。高さ120センチのこのロボットには、料理や飲み物を乗せるプレートが3つあり、天井に設置されたセンサーを感知して